の、兵長？なんだ？あれは、巨人の仕業でしょうか？いや、でもまさかそんな。だからなんだ？兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放しろ。俺は左を片付ける。兵長！兵長、血が止まりません。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。ええ、きっと聞こえてましたよ。退却だ。え、退却？それが仮にもしリヴァイ兵長の真似してるつもりなら本当にやめてくれない？いや、全く共通点とかは感じられないけど。エレンと呼ばせてもらうよ。リヴァイ兵長に習ってね。ここでは兵長がルールだから。世間の言うような完全無欠の英雄には見えないでしょ。現物のリヴァイ兵長は思いのほか小柄だし、神経質で粗暴で近寄りがたい。リヴァイ兵長は調査兵団に入る前、都の地下街で有名なゴロツキだったって。レビン団長のもとに下る形で調査兵団に連れてこられたって聞いたわ。おい、エレン。はい。そう気を落とすな。落ち着けと言ってるんだ、お前ら。兵長、エレンから離れてください。近すぎます。いや、離れるべきはお前らの方だ。下がれ。なぜです？俺の勘だ。何なんだこれは。開門30秒前。聞いたか、ペトラ。行け。はい。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、兵長、指示を。兵長、全員耳を塞げ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな？了解です。兵長の指示に従いなさい。お前は間違ってない。私たちは団長や兵長に信用されてないって言いたいの？ねえ、まだリヴァイ兵長の真似しているつもり？兵長はそんなこと言わない。リヴァイ兵長があれほど信用してるくらいだからね。いとも、初陣でしょんべん漏らして泣いてたくせに立派になったもんだな。いやー、言うなよ。威厳とかなくなったらどうするんだよ、エルド。中は過去にも5万といた。そいつらだけが特別なわけじゃない。くそ。これが奴らの生きた証だ。俺にとってはな、イヴァンのものだ。兵長。ペトラの父です。娘に見つかる前に話していことが。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか、あなたに全てを捧げるつもりだとか。親の気苦労も知らねえでほぼけて嫌がるわけですわ。嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。あいつもまだ若いし、これからいろんなことが。人類が生き残る希望だと信じて、そう信じた結果がこのざまだ。